どうも、ショーレです。ドラゴンクエスト10、前回の続きからやっていきたいと思います。では、行きまーす。まあ、とりあえずは、まあ、奥なんで、まあ、レベル上げた方がいいんかな。どうなるのわからんけど。撃ってくれんけ、クソ。一攫十名。一攫先か。お、3体結構来るじゃないか。うらっ！あ、弱っ。あ、強え。紳士強い！ザコメが。ほらよ！ほら！オッケー！決める！どりゃー！テンション！オッケー！ザコウサギが。オッケー！お、宝棒。4ポイントか。お、約束！いいね。くそ。まあ、とりあえずレベル上げとくべきやな、ここは。最初に。個人的に大木槌の打ってほしいから、大木槌狙い。ほら！よっしゃー！メラ強すぎ。こいつやばいやろ、メラ。はいはい。ほい。ほいたーす。ほいたーす。はい、紳士。いいねー。また宝箱。また薬草かよ。まあ薬草もらっときまーす。まあひたすらに前へ行きましょうか、これじゃあ、とりあえず。次は、おお、スライムライト一体か。おお、こいつ経験値多そうやな。5ぐらいくらい経験値。やるじゃないか。押され押され押される。押し返す押し返す。いや、押される。ほら！え、こいつ強っ。え、こいつ強っ！バカモン！お前強えな。オッケー。え、こいつ強っ！ガチでこいつ強ない？よっしゃ！この紳士がほんま役立つで、これ。お、6ポイント。紳士じゃなくて紳士ということにしよう。やっぱ今後はもうこいつの名前を。紳士の呼びやすいから。宝箱発見。俺は見逃さんで宝箱、あー見てー、いけい、ずりゃ。まず最初はこうレベル上げしとかなあかんね、絶対。めっちゃ押してくるやん、こいつ。めっちゃ押してくるやん。なんだ、なんだ、なんしよう、なんしよう。押すんじゃない。え、ザラキ？え、さっきザキ使った？ザンゴ使ったやな、メラかなんか。オッケー、よい。ザコメか。お、魔法の先生、いいね。ほら？薬草、いいね。そろそろレベルアップすると思うんやけどな。あとそろそろ武器変えるんちゃう？ 76 ゴールド。150で確か聖堂のランチャーやったから。なんぼかしたらちょっと武器買いに行ってもいいと思ったやんな、俺は。若干冒険したらな。軽めに冒険してからちょっと武器買いに行くべきやと。お前な、俺は。敵を倒すスピードを早めるのがやっぱ一番効率的にええから、効率ええからな。序盤はあの武器最強やろうから、しかも。お、こいつグレムリンか。グレムリンくん、久しぶりじゃないか。お、おわ、こいつ懐かしいな。ギラ持っとんか、こいつもしかして。持ってんか、さすがに。えい。え、火の息？大丈夫、こいつ強っ。12？ え、これめっちゃ強いやん。お前やるな。ほら、全然食らへんねんけど。え、てか強っ、こいつら。え、マジでグレムリン強いんやけど、普通に。あれ、あぶね。火の息食らったらやばいって。よし。おい、レベルアップ。お、ザオの呪文？何これ、ザオって。力にアップした、でかい。ザオって何や、これ。え、マジで？ほう。ザオラルのザコイ版やん。そんなんあるんや、今。こいつ経験値うまかったな。8くれたな、確か。こいつ、え、2体？何やって？まずいで！押すで押すで押すで。ほら！ほら！
痛いじゃねえか、この野郎。待て！グレムリンさん。え、相手はいなくなった？いや、おるけど相手。見えてるぜ。えい。ほっ。来い。すれ！オッケー。宝物せ。16ポイント？経験値うま。経験値めっちゃくれるやん、こいつら。これ倒すべきやな。グレムリンでレベル上げしようっと、じゃあ。8くれるもんな、こいつ1匹で。うますぎ。グレムリンマジうめえわ。1匹でもうまいけど、2匹おったらなおうまいな。まあ、1匹ずつ倒すのが一番無難にええな、やっぱ。まあ、安全に倒していきましょう、グレムリンをね。まずグレムリン狩りしてレベルちょっと5ぐらいまで上げて。で、武器買いに行こう、ちょっと。うん。やっぱ火力がちょっと低いんですよね。うん。一発10ぐらい与えたいもんね、ダメージ。新波の力欲しいからな、新波のね。よ。よ、グレムリのおっさん。ふふふ。お前なんざり、ボコっちまうぜ、おらあー強っ。え、HP やばい、HP やばい、HP やばい。もう回復してくるか。オッケー、回復かな。ナイスんー、ナイスー終わりー。はい、終わりー。ふふふ、強い。めっちゃ経験値うまい。さっきの嘘やったみたいに経験値うまいんやけど、ここ。デルデーン、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 デルデーン。てれでん、てれでん。これ乱入とかあるんかな、敵の乱入とか。おい！くそ、せ。やるじゃねえかよ、この野郎！いけ！バカ野郎！よっしゃー。そろそろレベルアップするわけよな。おっしゃ！来た。帰ろ。力似やがったな。力15やから、多分武器変えたら20ぐらいまで上がったから、これで多分ダメージかなり与えれるようになるから、新しい呪文覚えたな、さっき。何覚えた？あ、覚えてなかったわ。よっしゃ、オッケー。これで一旦変わりましょうとね。まあまあ、無茶してもいいんですけど、まあ、敵をターンスピード上げたいんで、武器。一番、お、なんか、スライムエント降りとるぞ、ここ。よ。なんか変な光景やな、これ。よ。こいつ万人なんかね、一応。この、育みの大地の。あ、めっちゃ押されるやん。えい、えい、えい、えい。ほら、よ。強し。行かせん、ほら。押すぜ。オッケー、オッケー、オッケー。あー、なるほどね。押す使ったら狙われたやつを狙わせんようにしたらできるやな。これテクニックやな。なるほど、7ポイント。いいね。結構、深そうやな、奥が。やっぱり。まあ、とりあえず一旦帰ります。てててててでーん。まあ、レベルも結構ね、上がったと思う。強さ。レベル5で残り59か。グレムリンを、7、8匹狩らないといけないですね。8匹狩りゃいいんか、グレムリン。8ポイントだから経験値。グレムリン8匹狩ればレベルアップしますが、まあまあ、レベルよりさっき武器でしょ、やっぱね。うん。青銅の剣。多分もう買えると思うね、俺。アイテム売ったら。うん、絶対あれ買うべきやから。序盤。武器買うのが序盤もドラクエの基本やからな、これ。武器が手に入るぜ、やっと。それか、杖買ってもええな。杖 MP 回復できるから、ホイミな、使い放題みたいな感じ？まあ言ってもでも、ホイミはこの真意とエイトなんか両方持っとるし、薬草があるから、正直俺あんま使いたくないから。だからやっぱ武器ですね。剣欲しいな、剣。うん、剣買うべき。絶対これは。俺はドラクエマスター光やから。もう。うまいで、俺にドラクエやらしたら。へへ、邪魔邪魔。お、あと7ゴールドいけるやん。薬草いらん。
え、クめっちゃ高いやん、魔法の聖水。MP か。まあ、これ色。よっしゃ。買いに来ました。うわ、めっちゃ強なるやん。これでしょ。あ、装備せん、前取った。お、なんかある？おー、まあ、盾か。聖堂の盾欲しいな。これ強いやろ、絶対。盾ガードレス。まあ、言っても、今んとこピンチになったことまずないから。問題ないと思うんやけど、個人的には。この雑魚武器を変えて、来ました！いやー、ほとんど変わってんけど、絶対これ強いわ。ちょっとこれ見てみよう、どれぐらい攻撃が上がったんか。なんか急に音楽かかったぞ。あ、夕方や。まあ朝とかもあるんやな、これ、きっちり。さて行こうか。攻撃7上がったらでかいやろ、これ。だってレベル3ぐらい上がったんで一緒やで、攻撃7上がるってことは。いや、これだいぶでかいぞ。もうここらの敵をちょっと軽くパパパッと倒せるようになってきたよな、やっぱり。まあここらの敵倒してもあんまり経験値も上手くないんですけど、まあスライム見かけたら倒すかな、一回。よし、物を試し、どれぐらい攻撃食らうのか、見てみましょう。え、強え！めっちゃ強いやん、銃食らったぞ、一発で。ははは、これが俺の力だ。しかも HP35 や、主人公。もう真意抜きかけ。真摯よっぺ弱いな、あいつ。ただレベル高いだけやな、あいつ。まあ、魔法使い系やからな、あいつは。言うても。主人公めっちゃ強なっとるやん。攻撃銃食らうって結構だいぶでかない？普通にさ。普通にでかいよな、攻撃銃は。まあ、とりあえず行きましょうか。邪魔だ、モーモン。どけ。俺の道を邪魔するんじゃねえ。おら！強し！ 11！ 全然ちゃうやん。なんかもう別もんやん、全然。まあ、エトナは回復役として置いとかなあかんな。これ絶対殺したあかんねんな。まあ、死んでもまあ、ザオがあるから復活させると思うけど、多分まあ。まあ、基本はやっぱ数で押していく。3対1で押していくのは、鉄則やからな。で、グレムリンでレベル上げしたいと。まあ、とりあえず行きましょうか。次に行きましょう。てってらてってってーん、てらてってってってーん、てらてってってでん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 
どつかしてもらうぜ。あっ、ドラッ、強し。いや、強いわ、主人公。もう余裕やん。もう強すぎ。メラも強いね、やっぱな。メラは安定の強さしとうから、やっぱり。ちゃっちゃっちゃっちゃ。さて、新しいマップですが、どんな感じマップは。ああ、清き水の洞窟あった。まあ、とりあえず最初はまあ、敵を見かけたら倒していくって感じで行ってもいいですかね。グレムリンが俺はとにかく経験値効率良かったと思うから、まあ、スラムネタも7経験値もらえるから、まあ、ええっちゃいいんやけど。まあまあ、適当に行ってやろう。来い。一匹かよ、しょぼいな。グレムリン戦うのか、これ、一緒に。ああ、無理だな、これ、やっぱ。戦闘は、このモンスターによって一回しか行えないっぽいですね。乱入とかないっぽいですね、これ。せいせいレンちゃん2体出てこい、2体。どれやー、ああ、もう食らうんやな、やっぱこれ。これだけは強いわ、こいつ、マジで。これだけは認める。だが、俺の方が強いぜ。よーし。10ゴールドも結構でかいよな、これ。グレムリン1回で。レベル上げに使ってくださいみたいなキャラやな、こいつは。まあまあ、10ゴールドと8経験値獲得しながら、次、聖堂の盾で欲しいんで、お、こいつ、ホイミとか持っとんやん。意味ねー。へいへいへい。へいへい、平日92円。
そりゃあ。いや、これ武器買って正解やな。全然ちゃうで、スピードが。ほんまに。いきまーす。オッケー、いいよ。一気に経験値獲得だぜ、ゆらっ。お、やるな。やばい、やばい。うらっ。この火の息強いな、これ。うらっ。痛い痛い。うらうらうら。お前だけか、ラスト。食らいやがれー、ずりゃー。オッケー。うーザコメが。覚悟せい！おっしゃ、これでレベルアップするやろ。そろそろ。おりゃ！グラムリン！おり！おおおお、マジか。火の息強これ。火の息ほんま打ってほしいな、これ。うらっ、うらっ。やるな、お前。さすが経験値8だけあるで、こいつ。あ、MP ないもん。やっぱ MP がなかった距離やん。よっしゃー、レベルアップ。力3上がれ、3上がれ。2か。まあ、もうしゃあないな。まあ、力が2上がるのもでかいでしょ。お、キメラおるぞ、ここ。こいつもなんか火の息持ってそうな感じするけど戦うか一回。キメラ。これは結構強キャラな気がするんやけどな。強モンスター。よっしゃ。どれが攻撃らしいのかこいつ。よっしゃ。よっしゃ。攻撃してこいんぞ。ザクが。HP だけ高いな。もう5クラッシュだ。HP 高いこいつ。めっちゃ HP 高いこいつ。経験値何倍やこれ。え、これ HP 高すぎひん？何倍くれんねん経験値お前。10！ しょぼ。グレムリンの方が良かったな。効率悪いなこいつは。HP の割に経験値微妙いっていう。お、マダラクモイト。いいね。10ゴールドで売れるからな。まあ、キメラはあれは無視した方がいいっぽいな。経験値がまずい。経験値まずいやつはいらん、俺は。キメラめっちゃおるやんけ。キメラ、え、キメラおりすぎ。なんか、なんか、オーク？うわ、オークおるんや、これ。オークとかこれ絶対強いやろ。まあ、戦ってみるけど一回。うん、覚悟せよ、オーク。一匹やったらなんとかなるやろ。すりゃ！お、勝った！あー、もう無理。押し戻される。やめて！ 8！ やっぱ強い、こいつ。ビクトもせえな、こいつ。あー、痛い！イェイイェイ。イェイ。経験12ぐらい欲しいな、こいつ。12くれたら結構上手いな。奥弱いし。10か。お、32ゴールド？めっちゃ金くれる、こいつ。こっちか。でもなんかこっちありそうやな、なんか。行ってみるか、ちょっと。なんかありそうな匂いがするぞ。プンプンしよるぞ。とりあえず、ここで、薬草か。うん、なんか怪しいけどなんもないな。まあ、とりあえずはまあ、やっぱ、うん、先行ってみるか、洞窟行ってみるか。軽くね。もう戻るもしんどいし。しかもまあ、勝てそうやしな、ぶっちゃけ。問題なく勝てそうな、オーラ漂っとるけど。まあ、とりあえず、アイテムは取っとくべきや。いつ何があるかわからんが、薬草が切れたら鬱陶しいからな。薬草は結構な、使うとき使うんやって。よし、行くか。では次、洞窟、行きまーす。清き森の洞窟ね。今、名もなき草原を。これはもうクリアしたから、次は、洞窟に潜入しますと。お、アイテムがまたある。まあ、アイテムは取っときましょう、とりあえず。何個持ってても損しない、薬草。お、夢見の花。なんか高くて売れそうな感じやな。え？ゴーレムさんおるやん、これ。まあ、とりあえず一旦じゃあ終わりましょうかね。次このゴーレムの突破して、
先に進みたいと思います。では、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。